教会に奉納され、展示されている自転車や、ジャージなどの記念品マドンナデルギザロは、イタリアのロンバルディア州、コモケンマグレイリオにある教会である。元は17世紀に建立された聖母マリアを祀った、普通の聖母教会だったが、別荘地としても知られる、風光明媚なコモコを見下ろすギザロ峠の頂上に、あることからサイクリストにとって、自然に休憩地点になっており、 古くからサイクリストの聖地となっていた。この経緯から、教会のエルメリンド・ビガーの神父の働きかけによって1949年10月13日には、正式にサイクリストの女神が祀られた教会であると、教皇ピオ12世より交付された。伝説によると、中世の伯爵、ギザロは、マグレーリオの集落を旅していた時に盗賊に襲われた。彼は、聖堂で、 聖母、マリアの像を見て、それに駆け寄り、強盗から救われたという。この聖母の出現は、ラ・マドンナ・デル・ギザロとして知られるようになり、彼女は地元の旅行者の守護聖人になったという。ビガーの神父の働きかけにより、ジーノ・ノバルタリ、ファウスト・コッピ、フェリーチェ・ジモンディ、エディ・メルクスといった早々たるメンバーが使用したバイクや、ジャージなどが奉納されている。 この他に、オリンピックのゴールドメダリストでツールドフランスでの、落ち車事故で亡くなった地元コモ県出身のファビオ、カサルテッリが乗った自転車も収められている。カンピオにシモも称されたコッピーが死去した際には、パオロとデスキーニによって作られた胸像が混流された。教会横には1973年に、エイリオ・ポンティによって制作されたモニュメントがある。 手を挙げる勝者と地面に倒れる敗者をモチーフとした像は自転車競技の勝負の憐れみを象徴した作品である。戦術のビガーの神父は1985年に死去、したが、墓所は本教会の地下にある。1992年11月には、地元ロンバルディア州出身の1920年代のスター選手で世界選手権を3度制し、 ヒルロン・バルディアを3連覇を含む4度制覇したアルフレッド・ビンダを称える教像が混流された。他にもバルタリの教像も混流されており、教会を背に左からバルタリ、コッピ、ビンダの順に横一列に並んでいる。フォンデシオネ・ムセオデル・シー・クリスもマドンナ・デル・ギサロは2000年に設立された。その最初の行動は、礼拝堂からバチカンへの統治リレーを組織し、統治を 当時の教皇ヨハネ・パウロ2世に届けることであった。この統治が現在ではなくなったサイクリストのための永遠の炎として燃えている。2006年には教会に隣接して奉納されたコレクションの保管と科学的調査、そして自転車競技の普及を目的としたギザロ自転車競技博物館が開館した。2010年には自転車博物館のムセを デルシークリズモが近くにオープンしたモニュメントの一つに数えられるイルロンバルディアは毎年この境界があるギザロ峠を通過するコースが設定されていることで広く知られている。また、ジロでイタリアでも頻繁に取り上げられたことでも知られる。ありがとうございます。